お、いいね。来た、戦いの時間だ。真剣に渋谷ハルを応援しています。100万人に行ってほしいと思っています。その上で書かせてください。渋谷ハルは流行り気はありません。麻雀も正直他の配信に比べて同説が少ないです。渋谷ハルのメイン視聴者だったエーペックスをやっていた人口の流れ吹く先はバロやオーバーウォッチであり、少なくとも麻雀じゃないと思います。それでもあえてこれまでの視聴者を裏切ってもバロやオーバーウォッチなどの他の配信者と絡めすぎタイトルを捨てても自分の好きなゲームをやるのがスタイルなんだということなんでしょうか。他の人の配信を聞いていると本当は自分の好きな丸々ゲームやりたいけど今じゃない、視聴者がついてこないなど市場を見た目の判断、市場を見た判断をしているように思います。正直渋谷ハルが流行り気をやらないのでこれじゃあ誰についていけないのと思って他の配信者が多いようになりました。エーペックスが2人だら柴原も2人るではなく得意じゃないかもしれないけど、きちんと入るんだけどって二次ファンとかシリアルとかと絡んだらきちんと伸びてくれたと思っています。もともと好きだったら柴原の今の2人が見ていてすごく悔しいし伸びてほしいけど、入りの配信者との絡みもほぼないして悲しくなります。もう会社経営者だから配信者として見なくいないでくれるということなんでしょうか。柴原にもネオプロでもネオプロでもネオプロでかけながら応援しておりふかしこい柴原なゴリリ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 リ配信者大変だよね。こういうのとも、こう、付き合っていかないといけないですよ、我々は。まあ、先に言っておくよ。僕はね、別にこのレシートバカにするために拾ったわけではないということだけ、まずは言っておいて、おきます。さあ、まず、100万人行ってほしいと思っています。まあ、僕は別にちなみに思ってない。そんなに目指してない。行ったらいいな、ぐらい。ごめんね。で、流行り気はやりません。麻雀も正直他の配信くらい同数が少ないです。はい、そうですね。どっから言おうかな、ちょっと待ってよ。長いんだよな。もうちょっとこう喋るところを限らしてほしいんだけど。オッケー、じゃあ、まずは、ここまでの本題は、市場を見た判断をしているように思います。これだね。本当は自分の好きな〇〇ゲームをやりたいけど、今じゃない視聴者がついてこないなど、市場を見た目で判断しているように思います。これが、じゃあ、一番の問題点だとしましょう。渋谷春のね、一旦。この人は、もっと僕に貪欲に流行りを追って、同説を増やして100万人を目指してほしいと思ってるわけですね、この人は。でもさ、とんでもない正論1個飛ばすんだけど、ほんますまんけど、渋谷春が流行りを追う配信者だった場合、こうなってないんですよ。だって君、僕がPUBGから APEX に行った時に、なんで APEX やってんのっていうタイプの人じゃん。絶対。まあ、とはいえ、確かに、バロやオーバーウォッチが流れ着く先って書いてあるのは、書いてあるから、まあ、ただ、ジャンル違い、エーペックスから麻雀違うだろうっていうのは言いたいと思うんだけど、まあ、広報プロデューサー面と言います、こういう方々を。我々配信者をしていると、お前はもっと伸びるはずなのになんでこれをやらないんだっていうのを、全く知らないおじさんなのか、おばさんなのか、若王道なのか、老若男女なのかを知らない人から言われることがあるんですけど、まず、一番に言いたいのは君らより、我々の方が、基本的には詳しいです。まずね、界隈に。っていう大前提のことを聞いてほしい。エーペックスから、麻雀じゃなくて、せめてバロやオーバーウォッチをしてほしいと。で、麻雀は、動物がちょっと少ないと言いたいと思うんでしょうけど、まあ、これはね、僕なりの戦略もすごい混じってて、麻雀の動物は、確かに今は、エーペックスだったりバロに比べると少ないこともありますが、投資、まあ、種まきなのよ、これも一つの。まあ、結構難しいのが、配信者の選ぶゲームって、まあ、大きく軸が二つあるのね。一つは自分がやりたいかどうか。一つは、そこにマーケットがあるかどうか。この二つの軸が非常に大事です。Apex バロは、まあまあやりたい。から、まあまあやってます。別にそれのみではなく。で、僕、麻雀もまあまあやりたい。まずやりたい軸の話ね、これ。で、もう一つ、マーケットの話します。Apex のマーケット、大きいです。バロのマーケット。まあ、共に大きい。けど、エーペックスとは違う、また質の違う大きさをしています。麻雀、マーケット。なんとね、これ、聞いてください。朗報です。大きいんです !100 万人目指してほしいよね、渋谷春に。タカちゃんのこの前の M リーグの同時視聴の配信。タカちゃんが M リーグのあれを、ドラフトを見てるだけで、なんと1万人以上と進みます。クソデカマーケットです。確かに僕が、カバディに行っちゃったら言ってほしい。すまんみんな。今日から僕はエーペックス配信者ではなくカバディ配信者になりますと。言ったら、さすがに文句言っていい。わかるよ。一見数字が減ってるし、まずい流れに見えるじゃん。でも、そこには、大きい可能性も潜んでるのよ。しかも、麻雀っていうコンテンツは、流行り物のゲームと違って、一度定着すると、
もう人生保証される可能性すら秘めている。流行りのゲームエーペックスね、流行り始めて3年ほど経ちますが、全体の数時間で言うとやっぱね、まあ最盛期から落ち込んで落ち続けるじゃないよ。一旦前よりは落ち着いて、一番盛り上がった時期に比べると少ないよねっていう意味での落ちた。これが麻雀だとほぼない。で、正直渋春が流行りゲーをやらないので、これじゃトレンドについていけないなと思って他の配信者を追うようになりました。じゃあもう追ってればいいじゃん。別に僕も見てほしいけど、なんかストレスを覚えながら見てほしくないから。あなたが好きなのは多分トレンドを追ってる配信者が好きだと思うから、じゃあトレンドを追ってる配信者を見ればいいのよ。でその上で暇だったら僕の配信を見ればいいの。僕は僕なりのロジックに沿って動いてるわけだから、そんなね、身分知らない、だって責任取ってくんないじゃん。じゃあ僕がバロかオーバーウォッチやったら、ロフェス1万人保証してくれんのって話よ。してくんないじゃん、誰も。いろんな要素が絡み合ってるのに、こんななんかよくわからないレジート1枚で僕のことを知った気になるなっていうのが言いたいことです。はい。流行りの配信者との頃から今ほぼないしで悲しくなります。なってろ、一人で。勝手に。知るか。知るかではあるけど、まあでも僕の配信をね長く見てくれてて思うところがあったわけだ。まあでも僕は別に流行りの配信者さんだから絡みに行くとかじゃないし、僕は自分が好きだから絡みに行きます。相手は僕の交友関係にあまり口を出さないでください。このクソ長い文章の中であなたが唯一正しいことは、Apex のプレイヤーは流れる先がバロかオーバーウォッチなんじゃないのかなっていう、その 1+1 は2みたいなことが正しいことなのであって、それ以外基本的に正しくないので、分かったキーレシートは、これっきりにしてください。はい。まあでもね、僕のことをいつも見てくださっていてありがとうございます。いやでも見てないんだよな。他の配信者言ってんだよな。許せねえな。どう思う？みんな。なんて冗談ですよ。マジでね、見たい時に見たい人見りゃいいの。見てほしいよ、僕だって。たくさんの人に見てほしいけど、なんかストレス覚えながら見てほしくないし、見たい時に見てください。はい。僕は別に、嫌なら見るなとも言わない。だって見てほしいから。はい。よくわからん考えぐるぐるするようになったら一旦離れて、なんか、冷静になってから、またなんか見たいなーって思ったら、見に来てくれたらいいのかなと思いまーす。はい。麻雀はこれからもやりまーす。ていうか、謝るよ、マジで。僕が今後、麻雀でめっちゃ伸びたら。麻雀配信だと、どうせ5000人とかいったらどうする？坊主にでもしてくれんのか、おめえ。おい。いらねえぞ、お前の髪の毛。赤スパくれ。僕は、麻雀がうまくいかなかったら僕の人生が終わるから、僕は人生かけます。あなたは赤スパかけてください。僕が麻雀で、どうせ5000人とか平気で超えたりするようになったら、赤スパちゃんとください。わかったな。赤スパって1万じゃないぞ、5万だからな。僕人生かけてるんだからな。忘れるなよ、マジで。